元気です。パーソナルトレーナーをしたり、個室ジムスペースの経営をしたり、トアボーイという YouTube チャンネルで大人の青春を発信したりしております。本日の動画では、今日が7月14日ということで、物件の引き渡し日になりまして、前回の動画でお伝えしたあのパワーラックが天井高の問題で入るかどうかわからないっていうことだったんで、池袋にその物件があるので、本日ですね、この前自宅に搬入したパワーラックをさらに池袋の方に搬入しまして、組み立ての方までやっていきたいと思います。それではやっていこう。はい、今日搬入を手伝ってくれたチョコさんです。内装の関係の会社をやったりとか、パーソナルジムスタジオリットっていうのを立ち上げて、東武東上線の大山駅から徒歩2分ぐらいのとこですかね。そうです。で、パーソナルジムもやってるんで概要欄に貼っておきます。で、あと今チョコさんが着ているこのリッドっていうアパレルブランドも、始めるので、そちらの方もですね、概要欄に貼っておくのでチェックお願いいたします。で、今回あの軽ワゴンをあの借りて、搬入する予定だったんですけど、チョコさんのご好意でハイエース、貸していただいて、でそのままこれから池袋の方に向かいたいと思います。お願いします。行きましょう。じゃあ今物件の方引き渡し終わって、こんな感じのね、物件借りました。で、広さが9畳ぐらいかな。まあトレーニングするスペースとしては十分ぐらいの広さがあるなって感じで、で今あの自宅の方から、あの先ほど長さんにお手伝いしていただいて、パワーラックの搬入を終えました。こんな感じ。今まだバラバラなんですけど、はい、こっち側ね、ここ天井がちょっと下がってるんですよ。天井下がってて、こっち側にパワーラック入んないですね、明らかに。なんで、こっち側にパワーラックをドンと置いて、で鏡とか貼っていこうかなって感じですね。で、問題の前回の動画でお話ししたんですけど、天井高、ここまで、この一番高いところでも2メートル30弱くらいしかないんですよ。なんで、今日はあのパワーラック仮で組み立ててみて、入るかどうか。入んなかったら新しい機材を買う。もしくは確保するっていう感じになりますね。で、今日組み立てるのは骨組みのラットの部分だけ組み立てて、ラットプルのオプションとかはこの床の面積をちょっと測ってマットを入れるんで、マットが入ってきてから本格的に組み立てる、まあ、床へこんだら困るんでっていう感じでやっていきたいと思います。で、今からパワーラックの組み立てやっていきます。協力してくれる青人くんと株式会社ミライトの後藤さんです。お願いします。今、アウトにネジを同じ長さで仕分けてもらいました。おざっす。おざっす。で、今こっちがあのラップのメインとなる柱、フレームの部分を組み立ててます。で、結構あの高さがギリギリになりそうなので、今回はあの説明書通りの組み方ではなくて、先に上の部分を4本作ってからはめ込んじゃって、で最後にこっちのコの字型の下の部分の方にくっつけていきたいと思います。はい、じゃあ今この2つセット組み終わったんで、この奥のね、これを上からカポってはめていきたいと思います。やっていきます。荷物来ました。これベンチとかプレートとかいろいろ来ました。はい、パワーラック、こんな感じで今ここまで組み終わりました。せーの。おお、そうそう、こっち、ここからどんどん押す。押す押す。オッケーオッケーオッケー。おお、ギリギリ。クソギリ。ギリギリ。おお、いた。超ギリだな。危ない。じゃ、この下のコの字に最後、この今立ち上げたフレームを乗せていきます。はい、
りあえず無事パワーラックなんとかギリギリ入りました。いや危なかったよ。めちゃくちゃギリギリでしたね。ここのね、天井が下がってるんで、ここがすごいギリギリなんですよ。はい、続いてマルチアジャスタブルベンチ組み立てていきます。はい、ベンチ完成しました。イエイ。肩取れ。マジで。ああ。緩めちゃった。まあ、意味が連続ですからね。はい。ああ。オッケー。いいかな。パンプした？パンプしました。いいね。はい、じゃあ今パワーラックと、ベンチの組み立て終わりました。で、ちょっとこっち移してもらって、ここ今本当はラットプールのウェイトスタックがここに入るんですけど、ちょっとまだマットが来てないんで、マット引いてからでこの持ち上げてマットを上に設置してウェイトスタックつけていくような感じでやっていきたいと思います。はい、なんで今日のところはとりあえずベンチ出して組み立ててラック組み立ててっていう感じで作業終了。お疲れ様です。はい、で作業時間なんですけど、ベンチと、ラック組み立てで3人でやって1時間ぐらいですか。今パスで1時間経ってないぐらいで組み立てられます。タフさんも結構組み立ても簡単なので、ぜひ概要欄に貼っておきますので、興味ある方は買ってみてください。それでは、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またね。